ケイタクちゃんが新しいラーメン屋を開店したということです。はいはい、昆布水醤油つけ麺です。おにしおです。ちょっとほらもうとろみが絡まってるもんで、ね、麺にね、めちゃくちゃうまいよ本当に。前よりどんどんおいしくなってるね。花輪チャンネル。ひょうだ、ひょうひょうが降ってきましたよほら見てください、これひょうが。今浅草なんですけど、はい、ヘイタクちゃんが新しいラーメン屋を開店したということです。はいはい、移転したんですよ、はい、渋谷のお店がちょっとビルが火事になっちゃって、はいはいね、そうですね、結構ニュースになりましたけど、はいはい、今から行こうと思ったら氷が降ってきましたよ。降ってますね。これは行くなってことですよこっちの奥だよね、はい、あ、ありましたありましたありました、これですよ、はい、ちょっと行ってみます。行きますか。この2階なんだ。あ、おー、長友です。長友です。ブラボー。おー、来た。ブラボー、すごいじゃん。ここか。え、雨降ってました？だから、ひょう、ひょう。え、ひょうですか？トキちゃんの店に歩いてた途端にひょう降ってきたから。あ、あれ行くなってことなのかな。いや、もう映っちゃってるんですね。社長なんですね。うわ、頑張ってますよ。すごい。すごい綺麗じゃん。良かったね。いやいやいや、こっちの方が良くないだもん。そうですね。あんまり厨房は広くないんですよ。ここでタキちゃんが新たに店を始めたんです。ちょっと楽しみに待ってます。ここが噂のパーソナルジムね。パーソナルジムに通う人は毎回いらっしゃいませって言われるというそうです。いや、違うんです。いいお店じゃん。前より全然いいね。こういうお店をタクちゃんが、去年の12月ぐらいから始めたんですよ。見てください、これオードリーのサインが。春日さんの。あ、これ春日ね。あ、だから春日が肉持ってきた番組でね。これがチャンピオンのね、トロフィーですよ。すごいね。花輪チャンネル。今何を作ってんの？昆布水のつけ麺ですね。おお、つけ麺。はい。こだわりがすごい。これあの渋谷でずっとやりたかったんですけど、うん、ちょっとなんか思い切れなくて、でせっかくこっち来たから思い切った自分が一番おいしいと思ってるつけ麺をやろうと思って。それはどういう？昆布で出汁を取った水の中につけ麺が入ってきて、でこれがあの佐野さんのところから取ってる麺なんです。この麺がね、そうどうしても佐野さんの麺のあのなんていうか口当たりの滑らかさをの伝えたくて、お客さんに美味しいっていうの。ラーメンの麺はあの貝花楼、浅草貝花楼、それはもう前回、これはもう絶対美味しいね、はい、で今回のこの近くなったから、近くなった時のためにまた改良してくれて、はい、頭皮は間違いない、頭皮は映してる、いやまあちょっと薄くなってきたかもしれない。頭皮花輪さんのせいで俺頭皮有名ですよ、ちょっとテレビ局の人みんな知ってて、あったら最初の挨拶それですよ。花輪さんの YouTube 見ましたって、あれすごいですね、あの陶器のやつね、あれどうやったんですか、なんで知ってんですか、いや花輪さんの YouTube でって言ってて、テレビスタッフマンが花輪さんの YouTube 見てる率がすげえんだなと思いましたよ、ホントに。でも今日はほら、はい、メインチャンネルで行くんで、はい、そういう陶器の話とか、いやいや花輪さんが撮ったんでしょ、だったらうわ、それはそれがつけ麺。そうです、麺もじゃあこだわった、ちょっと違うんだ、麺もそう全然違いますよ、この麺はマジですごい上品な、うわ食べたい、うまい麺ですね、これは。これ結構朝結構かすぐなくなるんで、へー、あー人気なんだこれ。人気っすね。あれ取ってくれたんだ今日。これが、あ、これが秘伝の昆布の、はい、もうほんと これぐらい昆布入れて、これぐらいからしか取れないんですよ。うわーすげえ、はい、とろみがついてんだ。そうですそうです。どこの昆布なんですか？これは北海道の日高昆布です。あー日高、有名な日高昆布、はい、でもよかったね、芸人辞めてね、ラーメン屋の。いやいや今もやってますよ。えぇ、ー、してるでしょ。ダメですよ、アメトークとかで辞めたとか言わないよ。まだやってる、はい、親戚から連絡来ました、辞めてんのかって辞めてることになってますよ、親戚の中で。びっくりしました。あの敏感なんですから、田舎の北海道の人たちは。もううわ美味しそう、これつけ麺だ。そうっすね、ネギにすげえ合うんで。
これ特製ラーメンですね。どうですか、浅草に来て。はい、やっぱ良かったっていうか、大変だったけど。あ、そうですね、やっぱりなんかテレビ見てる人がすごい、テレビ視聴率がすごくて、ちょっと出たらすごい人来てくれて、渋谷の時よりやっぱテレビの効果すごいですね。こっちは階段で列にもなって、すごい良かったね。あとなんか結構こっちの方が道歩いてて話しかけられますね。浅草の方が昔の番組出たのすげえ見てくれてんだなって。すごいいっぱい乗ってるんだけど、肉が。これは何ですか。これはあの黒毛和牛のローストビーフ1枚。はい、これが特製ですね。はい、これ最後味玉だけ。花はチャンネル。久しぶり食べるな、久しぶりな。あ、来た、来ました、ありがとうございます。はい、これ今昆布水醤油つけ麺。ありがとうございます。美味しそう。昆布水醤油つけ麺です。かぁ、すごいね。来た、これが特製の鬼塩ラーメン。鬼塩です。来たね、うまそう。でまずは特製鬼塩からいただきたいと思います。いただきます。ありがとう、たくちゃん。ほら、スープがさ透き通ってて美味しいんです。美味しいね。愛が伝わるよね、特製のラーメンに対する愛が。うん、美味しい。ほら、麺です。ありがとうございます。うまっ、めっちゃうまっ、マジでうまっ。で、さすが、うん、この麺がこのスープにやっぱあるってわかるね。うん、大好きなこのチャーシューがもうトロトロだから、仕上げもできないぐらいトロトロなんですよ。ほら、ほらほらほら、うん、うまっ。でこっちのチャーシューがまた違うんだよね、ほらね。チャーハンも早いね。うわ、スタミナチャーハン。うわ、来た。面白い。ちょっとあんがかかってる感じ。そうです。めちゃくちゃ美味しいです。はい、こっちのチャーシューはこれは何のお肉。あ、これはローストポークと、あと煮込みチャーシュー、はい、で、あとはローストビーフそのまま。これローストビーフ。はい、うまいよ、本当に。前よりどんどん美味しくなってる。そうですね、マジで。ちょっと頑張って、うん、なんか、すごい深みが出ましたね。深み、あ、そうなんですよ、すごい、あの、うん、いろいろ全部改良しまして。うん、そうなんですよ。またこれ、卵がさ、はい、いきますよ、これこういくと、ほら、こう、とろとろなのよ、中がね。ほら、また美味しいんですよ。うん。ありがとうございます。じゃあこれもまたで食べます。はい。こっちですか。これはこれでまた面白い。多分花さん昆布酢につけて食べたことないですね。はい。ここはもう昆布酢についてる、ね。そうですそうです。これにつけて。はい。あ、麺も違うんだ。そう、全然違います。ちょっとほら、もうとろみが絡まってるもんで、ね、麺にね。はい。いただきます。よいしょ。これはもうこういう感じでいただきます。美味しいですよね。美味しい。うわ、すごい、はい、このつけ麺美味しいですよ、うん、これ初めて食べた。初めて。ちょっととろみがある、はいはいはい、
そうそう、麺にもう相当グルタミン酸、昆布の旨味が入ってるんで、すごい、でこっちでカツオの風味とか脳辛酸とかが入って、一体化するっていう、ここで一体化するよね。いいなと思って、面白い。ちょっとこれが今一押しの浅草限定の、はい、そうです、チャーハンも普通に美味しいけど、はい、この上にこのあんがかかってる、これなんだ、スタミナチャーハン、スタミナチャーハンですね。うわすごいなこれ、熱っ、熱いと思います、はい、美味しい、これいいですよね、うん、このちょっと町中華な感じの、あ、いいね、な感じの、確かに、はい、ちょっとピリ辛で、はい、でこのあんはラーメンにかけても美味しいんで、うん、そうです、だからスタミナラーメンっていうのをちょっと、うん、やっていきたいなと思ってるんです。なるほど、はい、白いご飯にかけても美味しい。あ、そうだね、一緒がいいかな、どん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 食べたくなるっていう味をね作りたいなっていう。確かにこれでも白いご飯にかけると美味しそう、はい、どういうご飯の方がいいんだろう、あ、はいはい、なんでチャーハン否定してるんですか。白いご飯の方がいいな。チャーハンも美味しい、ちゃんと聞いてますよ。チャーハンはチャーハンで行きたいんです、好きだから、はいはい、結構取材も多いですよ、私。そうですね、ちょっとずつ、まあ、ナイツの花尾さんも来てくれて、うん、オープンする前に来てくれて、あ、YouTube だった、あ、YouTube、はい、あのトロフィーはあれアメリカの、あ、そうです、ね、ニューヨークのラーメンの大会で、2000店舗中の優勝、何店舗の優勝だっけ、何店舗中の優勝ですか。まあ、最小大会は8店舗で、次の大会はもう8店舗で、だから8店舗中の1位だけど、うん、でも花さん、前回はミシュラン2店舗ありましたもんね。あ、そう、ミシュランでこうって言っても参加する人相当レベル高いよ。なるほど、だからそこに出るだけでももういろんな、そうです、オーディションとかを経て参加してるというところの優勝です。モニソラ富士はそろそろミシュラン来るんじゃない、来てほしいね、こんだけこだわってね、作ってんだから、ね、あの、頑張って、うん、このスープも、全然、あ、名古屋コーチンの鶏ガラ2000も買いました。なんだ、やっぱり、全然違うんですよね、名古屋コーチン、それに、あの、シャモの皮、皮、モモの皮を、はい、取り寄せて、はい、入れて、ね、なんていうか、とろみをつける、うん、うん、でたまに限定でやってるんですけど、鶏白湯、それもっと煮詰めると鶏白湯になって、それもめっちゃ美味しい、また新しい味で、僕今炭油っていうのを作ってて、炭で豚とか取り焼いて、そこから炭を通して油が落ちてくるんですけど、僕は炭って調味料になるんだと思ってて、炭油の炭焼き鶏白湯っていうんですけど、そこにマー油入れてちょっと豚骨っぽくなるっていう、ちょっとあんまり多分ないんじゃないかな。それを今考案してるんですか。今考案して、もうできてます。いつでも出せる。気を引かない。今から食えないでしょ。こんなに食ってるチャーハンって大変でしょ。明らかに食うの。マジすっげえ食ったね。はい。簡単ですよ。こんな食べる人いないですよ。大食いなのよ。大丈夫ですかって。いや本当に。どこか店とか行ったらどんどん出されちゃいますよ。本当に。いや本当美味しいから。はい、これは何、割れないしね。あ、スープ割れありますよ、はい、マジスープはちょっと、あ、いきますか、はい、スープが全部うまいよね、はい、あ、ありがとうございます、あれですよ、スープで割るとまたこれがね、いいんですよね、うまいですね、そば屋みたいな感じ、はい、です、うん、たまるね、これはこれはうまいですね、うん、どうなんですか、なんか夢はあるんですか、このラーメン屋の夢の。夢はそうですね、できればやっぱり浅草にもう一個やりたいんですよね、本当は。やっぱりまた今回ここは2階だったんで、今42なんで、50歳までには路面で1店舗で1回どうしてもやりたいっていう。なるほど、うん、いや、できるでしょう、本当に美味しかった、ありがとうございます、すごいね、たくちゃん、はい、あの若手ね、芸人も使ったりとかしてね、後輩たちを、皆様、浅草にできましたんで、すいません、ぜひ
よろしくお願いします、ね、このチャーハンも、はい、本当に美味しかった。そうですね、このね、あんはね、俺はご飯だろうなと思いました。いやいや、まあまあ、わかりました。美味しかった。ぜひ食べてみていただきたい。ブラボーもありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ブラボー、ブラビッシモ。いや、もう、こうやってやるとね、ここ見えちゃうから、あんまり頭下げるなっていう。一回そうですか、それ。自分から言ってんだから、どうですか、ハゲてないでしょ。これはあれなんですか。いてててててて、はい、取れるでしょ。こんな力入れたら。それでも植えたやつでしょ。植えたやつだけど。バチンって。いや植えてないやつをそんな引っ張ったら取れますから髪の毛って。いやあれでしょ、ネタもやってんでしょ。ああ東洋館で。はい。まあ、近くていいよね。またあの出るんで。今度東洋館でまた来ますよ。あ、ぜひよろしくお願いします。結構みんな来てくれます。まあ今日もね、芸人も集まる店でいろいろ。はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日ありがとうございました。ごめんね、お疲れのところ。いや、もうあの花さんに感謝してるんで、これやっぱ相談した時に花さん絶対やった方がいいってくれる。いや、絶対やったよ。はい、もう浅草の方がいいだろう。安心しましたよ。はい、絶対この方がいいよ。はい。普通にサインで、はい、いいですか。はい。でこれでいきましょう。2024年の、今日は1月の13日。うんまって書いておこうかじゃあ。ありがとうございます。どうも。いやー、たくちゃんありがとうございました。いや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 、着きました。じゃあこれを。嬉しいっすね。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。はい、でまた来ます。頑張ってまたやってきます。すいません、一回謝ってもらっていいですか。あ、本当にあの投票が惜しくて、あの肉を入れてしまった。2018年と申し訳ございませんでした。電柱に穴つけるバージョンが始まりました。海美高校のはい、最高の2018年東洋越しで牛すじを持ってしまってすいませんでした。それはティモンディがやった。ティモンディさん電柱に向かってやるらしい。それ100回やらされるらしいです。ここ立つと、立つより分かるね。ここ保育じゃん。その時のこの辺がやっぱここですね。いやいやいや、それ上から取らないとならないでしょ、こんなのは。ね、ここ見る人いないですよ。人が一生懸命謝ってる時に天柱見る人いないでしょ。帰っていいですか。もう帰ってもお願いします。はい、逆に止めたいです。はい、ありがとうございました。